はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうね。やるです。さあさあさあ、私ですね、この、はい、この間土日にですね、はい、友達と関西に行ってまいりました。関西 USJ とか、奈良とか、ユニバとか USJ って USJ です。で、まあその時ね、ちょっとね、お土産を買ってきましたんで、はい、今日はそれを開封したいと思います。お願いします。まあどんなの買ったんだよっていう、そのちょっと緩めですけど、ちょっと持ってくるから。はい、はい、ちょっとあんまりあの量多く買ってないんで、あんまりちょっとしょぼいかもしれませんので、ちょっとお見せしますね。はーい、はーい、はい、ちょっとあの控えめに買いましたんで量少ないんですけど。すげえでかいじゃんこれ。すいません。いや、買いすぎだろ。いや、買いすぎでしょこれ。違う違う違う。何これ、要は事務所のマネージャーさんに渡す用も入ってて。あ、なるほど。で、結構でかいのよ、一個一個が。あ、でかい。そう、だからちょっとこんなになっちゃった。箱から首生えました人みたいになってる。あげましょうかね。では、ユニバのお土産と、あと自分のそのジャンプショップとかでも買ったんで、そこにね、あのジャンプショップあるから、まあ、こんなの買ったよっていうのちょっと見せたいと思います。なるほどね。ハロウィンのユニバーサルは、超面白いね。6時過ぎるとゾンビがうわーって出てくる。朝のね。なんで朝っぱらからゾンビ。そういう設定もあるかもしんないけど。じゃあまず1個目のお土産こちらです。はーい、ででーん、新聞紙。ボケをかぶってんじゃねえ。俺これボケたのにお前がこれ出てくるってことでダブルボケになっちゃうから。ただの、梱包用のやつだ。ただの。これ君にプレゼント。これ君。じゃあまず、お土産。はい。僕のじゃない。お土産から。お土産ね。も、いやいや、今ナチュラルに噛んでもみあげって言うんじゃない。噛んじゃった。普通に噛んでもみあげって言ってんじゃない。こちらです。でーん。おー。これが一番でかい。はい、1個目。こちらです。お土産。ででーん。ミニメンズ。お前はいいよ。これはミニオンズのカップラーメン。かわいいでしょ。そんなの。そう、4つ入りかな。じゃあこれ俺の土産。じゃあ次元お前にはもうないから。なんでだよ。ちゃんとしてあれだから、あれはいらないんだから。ミニオンズのカップラーメンですよ。はい、で続いて2つあります。前にも動画で見せましたけれども、こちらでございます。でれーん、何これ。スパイダーメン。そんな近くでやってるよ。いや、そんな近くで見る。いや、見えないよ。いやいやいや、しかも見てみよ、ほら、お前距離。ゼロ距離だよ、もう。これ、スパイダーマンのカップラーメンね。スパイダーメン。要は、スパイダーマンの糸が。スパイダーマンだから、スパイダーメンなんだ。え、今。なるほどね。おー。スパイダーマンの、糸が麺っていう。あ、雲ね。そう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 。それはまあ、いいか。そこだろ、一番は。そこがグッとくるとこだろ。逆だろ。で、これ、1個は、これ3つ入りなんですよ。カップラーメンが3つ入ってて、その1個を君にあげます。え、これごとくれるんじゃない。これ違います。これは、以前お世話になってたマネージャーさんが。あー、そういうこと。そうそうそう。で、これはこっちは1個余ってんじゃん。これは、僕用っす。ふざけんなよ。これ1個くれるんじゃない。いや、これ3つ入ってるから、1個あげます。なんでだよ。なんでさ、見て2個だ。いや、無理無理無理。いや、ごめん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 。ちょっと無理無理。これ結構可愛い。個人的に俺が欲しい。じゃじゃーん。ミニオンズのお菓子なんだけど、ここがゴミ箱になってんの、ここが。だからちっちゃいゴミ箱なの。これすごくない？すごい。ね。ちょっと見えない。え？ちょっと見せて。いや、お前はいい。後で見るわ、別に。今、お前に発表タイムじゃないから。違うの？みんなに発表タイム。あ、そうなの？そうだよ。これミニオンズの、デザインになってて、で、ここカンカンで、上がプラスチックなんだけど、ここほら、ゴミ箱になってんの。本当だ。で、中にはこれチョコのクランチのお菓子が入ってるの。すげえじゃん。これすごくない？ほらほら、 G って書いてある。ん？ G。いや、それ別にゴキブリの G とかじゃないから。違うの？いやいや、俺それそこまで意識して買ったの。中にゴキブリに。いやいやいや、それだったら君が俺に買ってきてほしい。動画のネタめっちゃなるから。で、お土産渡しますって言ってないから、これを見てたら知ることでしょう。マネージャーさんたち。買ってきましたんで。はい、こっからはですね、もう自分用に、完全自分用に買ってきました。自分用にそんなに買ってきた？あ、そうです。自分用こんだけあります。お前買いすぎだろ、自分用。動画に行くんだよ。動画にするから買ってきたんですよ。あ、そういうこと？そりゃそうでしょ。欲しくて買ったんじゃないの？え？ 80、いや、90% は、欲しくて買ったよ。前のじゃねえかよ。10% どうかなと。僕、本当にスパイダーマン大好きですよ。多分前も言ってるかもしれないですけど。で、スパイダーマン本当好きなんで、ほぼスパイダーマンです。もう、ユニバとかじゃなくて、スパイダーマンです。僕の場合ね。なんだよ。スパイダーマン。これ結構欲しかったやつです。こちらです。ダバーン、1個目。バーン。パンツでございます。え？スパイダーマンのパンツ。
いっぱい売ってんだよね。そう、知ってる人は知ってるけど、あのスパイダーマンのパンツがもう何十種類も売ってるんですよ。お前パンツ履くんだ。なんで俺原始人スタイルなんだ。なんで俺あの布をこうするスタイルなんだ。履いてたの。履いてるよ。でこれあのね、前に行った時も僕1個買うし、なんか1回行ったら1個買うっていう。あ、なるほどね、別の種類よね。そう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 。でこれがですね、今回買ったのが、うん、かっこいい。何これ、もうやばい。これずっと欲しかった、ブラックスパイダーマンのデザインなんですよ。これスパイダーマン好きの人はね、これはスパイダーマンがいるの。そうなんだね。そう、分かる人、もうそれが熱いんだよ。もう見て、本当に今見ても、なんなら動画途中でもいいから見てほしい。答え教えて、結果で、結果教えて。言うわけねえだろ、みんな見てんだよ。でこれは、でこっち前はスパイダーマンって書いてあるんだ。でちなみにあのこれを選んでる時にありがたいことにあの声かけてくださった方いました。あ、よかったね。これをこうして、カシャって写真撮ったパンツ選んでますっていう写真撮ったから。ありがとうございます、その時ありがとうございます。続いて、いやもうこれも、もう一目惚れして買っちゃいました。またはい、こちらでございます。じゃーん、これ超かわいい。これこれ超かわいい。これはスパイダーマンのかわいいデザインのパーカーでございます。へえ。でこれね、スパイダーマンとか、ほらグリーンゴーリー、サンドマン、うわこれドッグオーク、ほらこれ、これエレクトロ、うわこれ、こっち、しかもこれほら見て、ベルムまでいんの。これ熱くないですか。ほらなんかいい。いやーいやー、これやばい。ちょっと着させて着させて。だから違う、外ではなかなか着れないけど、まあ部屋着、あと動画でも俺着れるからさ、スパイダーマン系のなんか動画撮るときこれ着ようと思って。ほらほらほら、かわいいでしょこれ。すごくない。これで絶対動画撮れると思って、あの撮ってレジ並ぶじゃん、7000円しました。そんなするんすね。ただあれレジ並んじゃったから、もう引けない、ね、引けないから、引けない。でもちなみにパンツは2000円ぐらいだったするね。結構するんですよ。結構するね。まあでもやっぱなんかそういう時ね、やっぱお金つかないと、うん、使う時にないもんね。そうそう、使う時にないから、相手もいないし、ね、相手もいないし、新しい。続いてがですね、あの途中のあの場所でスパイダーマンくじっていうのがあったのよ。いや一番くじみたいな感じで、1回500円でこうやってドームがこうやってあって、その中でくじがぶてってなってるやつあるじゃん。でそれ手に入れてこうやってやるやつ。ああ、それで当たったので、僕はバスタオルが欲しかったんですよ。でいろんな賞があってね。バスタオルがあるんだ。あとそのヘッドホン賞とか、いやクリアファイル賞とか、うん、でそこで僕が当たったらこちらです。はいはい、バンピタッとダーツ賞でーす。おめでとうございまーす。なんやそれ。ピタッとダーツってなんやそれ。いや全然しっくりこない。ピタッとダーツ賞ですね、おめでとうございますって言われて、何がおめでたいのか全然わかんなかった。要はあのこの布のやつにこの吸盤を当てましょうってやつだね。でどこに当たったら何点とかなんですけど、思っちゃうんだね。そうそう。で上がまあ30点、まあ何これ50点とか書いてあるんですけど、うん、この一番でかいとこ、うん、点数書いてない。ここに当てたらなんてとかないっす。ないの。そうそう、ピタッとダーツ賞ね、これ当たりましたんで。これ本当はバスタオルマジ欲しかったな。当たらなかったんだ。うん、なかなかこれでまあ最後体拭けばいいかなと思って、こうやってこうやって。あの USJ のお土産は以上です。はい。で一応その外にあったね、うん、コンビニで買ったんだ。コンビニで買ったのここ出さないだろ、わざわざ。なんか俺ローソンで買ってった。ローソン道並ぶんでね、あそこね。外にね、ジャンプショップがあるんですよ。でジャンプショップはジャンプショップで、僕ワンピース好きなので、ワンピースのやつをちょっと買いました。でもうやっぱね、結局こういうとこ行くと買ってしまうんですよ、僕は。僕は何が好きですか、ワンピースの。食器ですね。食器ですね。今そこにももう20個ぐらいマグカップありますね。お前食器好きじゃない。そこで買ってしまった、また紅茶買ってしまいました。こちらでございます。バババマグカップ。もうそこ見せてあげたい、僕のマグカップ。また買ったのこれ。もうね、マグカップは、もう多分俺コレクションなんですよね。君コップ何個使うの？いや本当に20個ぐらいあるね。いやもう本当に20個ぐらい。汚いんだよあそこ。見せてやりたいよ。汚いとかやめろ。もうずっとストックされてくんの、コップが。ダダダダダダダって洗わないから。じゃあ洗ってるじゃん。なんで俺がお前で洗ってきてんの。じゃあ洗って、そんな言うなら洗ってるじゃん。でこれ何のかっていうと、うん、白ひげなんですよ。俺白ひげのマグカップ持ってなかったから。うおーかっこいい。これは本当かっこいい。エドワード・ニューゲートの E が書いてあって、この白ひげ。本当だ。でこっちはコマが書いてあるの。うん、俺は池と言ったはずだぜってやつ。こんな感じだね。いや全然似てねえよ。いや俺は池と言ったはずだぜ息子よ。うわーかっこいい。エドワード・ニューゲートって書いてます。でそことかはね、まあ特に何もないんですけど、まあ一個またコレクションが増えましたって。おお、じゃあ早速やろう。俺は何のためにお金を払ってきた。さあもうラストかな。ラストやっぱりちょっと何やかんや、動画でもこれ絶対使えるなと思ったから。なるほど。こちらでございます。はい。ででん、ドフラミンゴのサングラス型目隠し。これ面白くない？これ面白いでしょ。これ目隠しなの。そうそう、目隠し。あの要はアイマスクだね。ちょっとつけていいですか。
オーバーヒート。どうですか？イケメン。なんかね。イケメン。感想はないっす。感想はないってどういうことや。俺今自分で見れねえんだからお前の感想しか聞けないんだぞ。でちなみに、うん、下ガン見えっす。これあの光ダダ漏れっすこれ。あ、違いますね。ここにちゃんとこう下にこうあるじゃん。膜があった、膜があった。どうですか？あ、見えない見えない。あーなるほど、これをちゃんと引っ張り出してくれば見えないんだ。あーなるほどなるほど。あー見えない見えない。でもね、サングラスにちょっと高くなっちゃうね、それはね。え確かに目ここなのになんか若干上にある気がするもん。はい、そんな感じでございました。ちょっとまあじゃあね、ちょっと知ってるそのお土産知ってるぜとか買ったことあるぜとかね、うん、あった人いたらぜひコメント教えてください。そう、多分スパイダーマン好きの人はね結構熱いと思いましたよ、今回はね。はい、そんな感じでございました。今日も見てくれてありがとう。ぜひぜひチャンネル登録お願いします。他の関連動画もぜひ見てて、明日も楽しもう。またで。オーバーヒート。若干上で。スタート。よーし、行くぞー。で、まずはいきなりこいつやっつける。え、いきなりタコいっちゃう。うらー、うわー、すげえ。ザーン、うわ、すげえ。